まり冷えませんけどね。で、カエルちゃんがいます。このロディオキャンピングカーは中が非常に広くゆったりとしています。窓の外はこんな感じになってますね。で、普通のキャブコンなんかはバンクベッドが高く空間が狭いのであまり活用できないのですが、我がロディオキャンピングはちょっと低めで非常に空間がゆったりとしています。まあうちで言うと中2階みたいな感じですね。こんな感じです。なのでもうすぐピョンと上に乗れるようになってます。で、バンクウェットから見た外の景色ですね。で、FRP のボディですので、熱を吸収しにくく、夏はそれほど高温になりません。バンクベッドの横の窓から眺めた風景です。今日も暑いのですが、普通の車ならもう暑くていられませんけど、ロディオキャンピングはそれほど暑くありません。で、テーブルの横の窓から見た外の風景です。どうでしょうか？なかなかない環境でしょ？はい。テーブルに座ってみた感じがこんな感じですね。それで、このキャンピングカーの良さは、手軽に
ベッドが作れるんですね。ワンタッチで簡易ベッドが作れます。こんな感じですね。まあもちろん、このテーブルを取り外して、ここにも、ここもフラットになりますので、まあ、広い、ベッドスペースを作れます。で、このバンクベッドにも、まあ、2人くらいは寝れると思いますので、5人は就寝可能と思いますね。これでいろんなところに行って人生を楽しんでます。で、中は広いので、こうやってバイオリンもね、練習できます。